今日の不思議の舞台は世界不思議発見初取材の国スロバキア。その首都ブラチスラバ、オーストリアのウィーンから車で1時間の場所にある。ここにはまるで UFO のような不思議な建造物がある。うわー、確かに UFO の形をしていますね。あちらの展望台、どこにあるかというと、じゃじゃん、橋の柱の上に乗っかっているんです。面白いですね。社会主義政権だった1971年、ドナウ川に架かる吊り橋の上に作られた。どうやって登るのだろうか。よかった、エレベーターで行くんだ。柱の中には斜めに上がる特殊なエレベーターがあるんです。こんにちは。うわー、なんかカフェみたい。うわー、綺麗ですね。こちらはドナウ川です。ドナウ川のこの真上に立って見渡せるなんて素晴らしい絶景ですね。あ、緑の谷の上にはお城が立っています。うわー、素敵。地上から85メートル、ここは高級レストランになっています。きっと夜景も綺麗でしょう。では次にここから見渡せる旧市街に行ってみましょう。すると後ろから何か不思議な視線を感じます。パパラッチ、見てください、人形なんですよ。実はよくできてますね。本物みたい。ブロンズ像は1体だけではない。マンホールから顔を出して周囲の様子を伺う男。社会主義政権が終わった後、街を楽しいものにしようと作られたという。ブラチスラバは街全体がテーマパークのようなところですね。これも面白い。スロバキアは魅力がいっぱいの国のようです。今スロバキアにヨーロッパ中から観光客が大挙して押し寄せている。というのは、小さな国に見たことのないような大自然が残っていたからだ。まずは熱帯のジャングルを彷彿とさせる濃密な緑の森。すごい滝が。ここはヨーロッパ最後の緑の迷宮。スリリングなハイキングが楽しめる。見ないでおこう。 うわ、そして登山電車で登る山脈、スイスアルプスに匹敵する天空の絶景が待ち構えていた。すごい、雲の上を歩いているみたい。実はこの山には民族の魂が秘められていた。さらに大地の下には想像を絶する地下世界が広がっていた。氷の世界が迎えてくれました。地底深く何十万年も存在し続けたという氷の塊。真夏でも気温は氷点下。私今8枚着てるんですけど、それでもとっても寒いです。なぜ氷は溶けないで残ったのだろうか。今日ご紹介するのは、冒険と発見がいっぱいの日本人がまだ知らないヨーロッパ。緑の楽園スロバキア、知られざる山と森と洞窟の国。日立世界不思議発見。